はい、おかんでございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会。今日は、店を飛び出して遥か直線距離で 100m になります相川の町民体育館やってきております。そこで何が始まっとるかっちゅうと、はい、わかる。深夜まで勉強してるとき特に高校生の声が聞こえております。特にカフェイン摂取してる、はい、第16回全国高等学校版画選手権、通称版画甲子園やっております。全国から選ばれた14校、地元枠含めて14校です、うん、これ、こんな登り旗が相川の町中にいっぺこと立っておりますね。で、あまりの高校生を直接撮るとうまくねえだろうからあんまり恨んで、まあ、飛行機は3月18日の午後12時11時20分で、高校の子どもたちは余裕でもう帰ったみたいです。あれ大丈夫かい？もう佐渡高校の横が去年の一番優勝とでいいんだか、文部科学大臣賞を取った東海大学の附属ほにゃほにゃ、松陽高等学校という佐渡高校の横が松陽高等学校、去年の優勝校です。平信学園の隣が弘前実業、逆へ行って丹南高等学校、こっちが静岡高等学校、城ヶ崎分校、常連さんです。岩手県盛岡第一高等学校、新潟県立佐渡高等学校、誰もおりません。